アイスをどこへやった？お腹の中ですよ。本当か？嘘ついてどうするんですか？ゆかり。はい。よかったらこれ食べていいよ。いいの？食べさしだけど。そんなの全然気にしないよ。宗一くんのならきっと大丈夫。いただきます。っていうかゆかり、お前アイス食うの早いぞ。早すぎる。え、そうかな。なぜ一玉二口で食うんだ。もっと味わって食べろよ。味わってるよ。嘘つけ。ほらアイスってのはあそこの女の子みたいに舌でチロチロ舐めるもんだぞ。なぜ食う。違う違うよ。アイスはパクッと食べてゴクッと飲み込む、その喉越しを楽しむものだよ。アイスは飲むもの。そう、アイスは飲み物だよ。わかったわかったよ。アイスは飲み物だな。そうですよ。ごちそうさま。お見事。頭とか大丈夫か？キーンとか来てない？全然だよ。アイスはよく食べるから体が慣れてるの、きっと。そんなもんかな。で、普段からあんな食いっぷりか？普段はカップをこう、スプーンでこう。毎日？日もあるよ。ゆかりにこんな特技があるなんて知らなかったよ。特技？何が？いやいや、まあいいや。あ、何ですかそれ。わからないところで笑わないでください。この間の図書館とかも正直びっくりしたぜ。結構長いこと友達でいても分かんないことって多いもんだな。あんなの何でもないよ。でもそうだね、実は知らないことの方がずっとずっと多いよね。宗一くんと知り合ってもう2年になるのに。2年？
そうだよな。しそうだね。そうだな、意外と知らないもんなんだよな。ゆかりが家に帰って何してるとか全然想像つかないよ。それは私もそうだよ。そっか、そりゃそうだな。宗一くんはお家では何をしてるの？俺？まあ大したことはしてないな。飯食って風呂入ってネットやって寝る。ゆかりは？まあ大したことはしてないな。飯食って風呂入ってネットやって寝る。ゆかりは勉強があるだろ。学年屈指の秀才なんだから。ないよ、勉強なんて授業時間だけでお腹いっぱいですよ。そういうセリフはできる人が言うとかっこいいよな。でも本当にそんなにしてないよ。1時間とかだよ。お風呂の時間の方が長いぐらいだよ。へえ、風呂1時間も入ってるんだ。うん、お風呂大好き。はあ、俺はカラスの行水だから5分ぐらいだぜ。そうだよね、一人暮らしだもんね。お湯張ったりお掃除とか大変だよね。まあね。ゆかりはそんなに長い時間何してんだ？それは秘密。なんだよ、人に言えないようなことしてるのか。秘密。わかった、すんごいエッチなこと。チョコパンチ。冗談だよ冗談。あんまりもうもう言ってると牛になるぞ。それでなくても牛っぽいのに。あ、それはすごく傷つく発言です。そんなに太って見える？うん、ごく一部。えい、牛パンチ、缶パンチ、ショコパンチ。わ、やめろやめろって。激辛超熟カレーパンチ。お、
まず。同じもの、同じもの。ストロベリーだね、分かってる。ああ、悪い、すまん。すぐお姉ちゃんが新しいの買ってくるから、ちょっとだけ待ってくれ。ね、ちょっとだけ。ゆかりが悪いんじゃないって、俺がバカなこと言ってたから。でも本当に本当に謝るのは俺の方だよ。それにあの子も最後は笑ってた。ゆかり、どうしたい？そういちくんは食べますか？食うか。おーし、負けないよ。本気のなすそういちを見せてやろう。
アイスクリーム。さようなら。お、また行こうぜ。定時連絡。今日は特に何もなし。よし、こっちは。じゃあおやすみ。待て、バカ総一。バカ正直？それはお前さんから180度違う方向の単語だね。ほっとけ、もう寝るぞ。ちょい待てって。ちょい気になる情報。ちょいぐらいだったらいいです。もう寝ます。愛しのゆかりちゃんに関連することかもしれねえ。たらん？ゆかり？確かゆかりちゃんのパパ鏡ベースで働いてたよな。ああ、在日米軍の海軍基地だ。古くて小さいが歴史がある。最近鏡で大規模な人事異動があったんだ。司令部上層部をほぼ総入れ替え。ほう。リサの姉子の身辺洗い出しやっててちょいと引っかかったんだけどさ。タンカーか。関係あるかもしれねえな。どうする？もうちょい突っ込むかい？一石二鳥を狙おうか。リサからもそっちの情報をもらってみよう。は？メギツネさん、ご機嫌損ねないかね。そのぐらいでこっちのご機嫌が取れるなら安いもんだろ。悪役は俺っち？そうだね。ちゅ、いいよな。エージェントはモテモテでよ。ナビは裏方でよ。はいはい、ブー垂れない、ブー垂れない。あー、フォレッチもナビに情報収集任せて、ゆかりちゃんとアイス1リッター食いたいもんだよ。じゃあ、ぶんない。あ、こら待て。ゆかり？
ゃじ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 ゃ。新製品。これは挑戦ですね。いちご、チョコ、アロエ、シュガー、カレー。困った。全部。おばさん、これと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 これください。えい。取るぞ。うわ。おっと。ああ。が。悪い悪い。どうして俺だと分かった？女の子に向かっていきなり太るぞなんて言う人、宗一くんしかいません。みんな気にしてるんだよ。太るぞってことは今太ってないってことじゃないか。褒めてんだよ。あ、得意のへりくつですね。あ、なんか嫌な言い方。褒めてんだよ。すまん、買い直すよ。あ、いいよいいよ、このまま食べられます。汚いだろ。大丈夫、ほら中は汚れてないよ。じゃあそれ俺に奢ってくれ。え、あ、ダメだよ、ダメ。汚くないならいいだろう。それとも俺には奢れない？ほら。あんま。しにほら、カレーはどうですか？それだけはいらん。美味しそうなのに。一番美味しそうなものはゆかりが食べないと。優しいね。任せろ。懐かしい店だよな。でしょ？最近お気に入りのお店なのだ。宗一くんも何か食べる？そうだな。
また笑ってる。食い気ばっかりだと思ってるね。違う違う、懐かしいなと思ってさ。お、これとか久しぶり。うん、これ美味しいよね。ゆかりも知ってたか。これってさ、芋五郎って名前だけど、使ってるのは小麦粉の粉だけなんだ。芋は一切使ってない。へえ。ま、無果汁のグレープジュースと同じ。でも、お芋よりお芋の味がするよね。まあ。俺、子供の頃よくこれを食ってさ。ほら、これゆかりの分、お返し。あ、いいのに。ありがとう。好物だったんだよ、悔しいことに。この小袋サイズだろ、あっという間に食べきっちまう。小さい時はこれを腹いっぱい食べれたらどんなに幸せだろうと思ってさ。いくつか買ったの？そんな贅沢できないって。食い物ばかり買ってたら残りのお金で遊べないだろ。あ、そっか、そうだね。どんなもので遊んだの？俺は当時から銀玉鉄砲が好きでさ。当時から？あ、いや、まあ。お、なんだこりゃ。最近の銀玉鉄砲は BB 弾使うのか。こんなもん銀玉鉄砲じゃないじゃないか。でもほら、弾はちゃんと銀色だよ。立派な銀玉鉄砲です。あ、なるほどな。 BB 弾だから好きな色にできるんだ。こっちはピンク、こっちは赤。これはゴールドだね。これを使うと金だ。いや、芋五郎に話を戻しますと。はい。芋五郎のおかげもあってここまで成長させていただき、ついこの間スーパーで。スーパーでこれの大袋を見かけたのだ。おお、これぐらい。いや、さすがにそこまででは。残念。まあ普通のポテチなんかと同じサイズなんだけど、とにかく俺が子供の頃に憧れた夢のように大量の芋五郎だ。2年なく大購入だ。夢が叶ったね。ところがどっこい。どうしたの？これ味が濃いだろ。とても大袋一つなんて一人じゃ食べきれない。あ、そうなんだ。30円の小袋でジャストサイズだったんだ。よくできてるぜ。駄菓子といえども侮れん。ちょっと足りないぐらいが一番美味しく感じる。で、さつきちゃんもよく言ってるね。まさにその通りだったよ。それで残りはどうしたの？ん？ああ、途中で諦めて翌日しけったやつを泣きながら食べた。そこで捨てずに全部食べるのが宗一くんのすごいところだよ。食い意地が張ってるだけさ。でもいいことだよ。まあな、うちは
小遣いが少なかったんだ。その時の癖が残ってんだよ、きっと。好きなもの腹いっぱい食えるなんて誕生日ぐらいだったよ。お誕生日。あ、そういやゆかり、誕生日もうすぐだよな。25日だっけ。確か次の次の日曜日。うん、覚えててくれたの？すっごく嬉しいよ。去年の花見の大惨事、あれがゆかりの誕生日の後、あいつの誕生日の前ってのを覚えててさ。あれはすごかったね。本当だよ、タグ。あのバカ、私料理酒の扱いは慣れてるからってグビングビン行きやがって、挙句の果てに大暴れ。そうだったね。あいつ絶対シュランの毛があるよな。そこまでは言わないけど、お酒が入るとさつきちゃん本当に上機嫌になるよね。絡んでベタベタくっつきやがって、参ったよ。宗一くん、まんざらでもなさそうだったよ。さつきちゃんと二人でこんがらがって、もうどうしようかと思ったよ。やめてくれよ、誤解を招くような表現は。あんな奴に絡まれても嬉しくもなんともないって。ヤマタノオロチに絡みつかれてるようなもんだ。つけ口しよっと。ああ、してもいいぜ。あいつこの話になると嫌がるからな。奴にとっても人生の一大汚点だったに違いない。そうかな、きっと照れてるだけだよ。はあ？あいつが？うん、私だって酔っ払って宗一くんに抱きついたとか後から聞いたら、もう生きていけないよ。嬉しすぎて？そう、もう死んでもいい。恥ずかしくてです。ち、残念。ま、ゆかりならいつでも抱きついてもいいぞ。はいはい、じゃあそういうことになったらそういう風にします。けどゆかりは少々の酒では我を忘れそうにないからな。私は飲めませんもの。絶対嘘だ。飲み始めたら止まらないから我慢してるんだ。実はそう、お家では一升瓶を手放しませんよ。やはり魚は炙ったイカでいい？カルボナーラかな。冗談ですよ。わかってるって。お花見今年も行きたいね。お、やつは飲みなし、料理番一辺倒な。それはかわいそうだよ、私もお手伝いします。その方がかわいそうだ。クリームパンチ、ひょいっと。いつまでもお店の邪魔するのも良くないかな。こういう店はいつまでいてもいいような気もするけど。宗一くん、お暇ですか？ま、暇といえば暇だぜ。ん？何かおかしい？宗一くんの口癖、暇といえば暇だぜって。まるですごい忙しい人みたい。あ、バカにしてるな。俺はすごく忙しい人ですよ。
ます。ん？何を？その辺を散歩しましょうとお誘いしたかったのですが。だがゆかりの頼みとあらばしょうがない。付き合ってやろはい、しょうがないから付き合ってください。手でもつなぐ？はい。遠慮しよ残念。またまた、行くか。うん。そこでさつきちゃんがそう言ったのだよ。伊藤くん、顔は面白いからね。わってのはひどいだろう。そりゃあいつが悪い。ま、悪気がないのはわかんだけどさ。でも、さつきちゃんらしいよね。まあ、ゆかりもぼーっと見てないでフォローしてやれよ。したよ。伊藤くんは顔も面白いよって。フォローになってない。え、そうかな。この場合、大切なのは面白いか面白くないかで。いくら男だっつーでも一応お年頃なんだ。女子に顔おもろい言われりゃ傷つくだろ。それはそうだね。傷ついたかな、伊藤くん。男は案外デリケートだよ。謝っておこうかな。そこまではいらん。その話で根本的に悪いのはさつきだから、謝るならあいつだ。あいつに謝られたら伊藤くんも喜ぶだろう。え、どうして？